ベルト採石場とは、スペインのカタルーニャにある鉱山。カタロニア鉱物学の発祥地であり、カタルーニャで最も訪問された鉱物鉱床と言われている。現在は閉山されている。昔は、欧州でも代表的なホタルイシの産地でありカタルーニャホタルイシ、カタロニアホタルイシと呼ばれる宝石の産地だった。鉱山として開発される有志以前から鉱物が、 採取されていたと言われているが、ローマ帝国時代に片円光と銀の採掘が行われていた証拠はない。イベリア人が採掘を始めたと考えられている。ローマ帝国時代から20世紀の初めまで鉱山として採掘されていた。1904年、鉱山はエリセンダとして知られており、創業権はジャウメ・アマットット・レーブルが保有していた。 1908年に1万平方メートルの面積がダミアカルドナーに移管され、1921年に鉱山の権利は彼の娘ベルタカルドナーブバードに相続され、ベルタの名前が現在の鉱山の名前になっている。1922年以降、最初はモントセラト歴岩から後に加工戦力岩から鉱石が採掘されました。2016年には廃校となった この鉱山をゴミ処分地として再利用する案が議会に出されたが環境問題について議論されている。 鉱山と採石場のベルタハット https コロンスラッシュスラッシュ elpais.com スラッシュ dirio スラッシュ2010スラッシュ03スラッシュ02スラッシュ ca talunye スラッシュ126749565485万 215HTML ラバングアルディア2014年3月17日ありがとうございます